御殿場市で今日、東名高速道路の駒門スマートインターチェンジが開通しました。開けましょう。今日午後3時に開通した駒門スマートインターチェンジは、東名高速道路の御殿場インターチェンジと裾野インターチェンジの間の駒門パーキングエリア内に設置されました。スマートインターチェンジとしては御殿場市では初めてで、県内では13番目の開通です。本当に念願だったんで、まず一つ大きなまた出入り口ができたっていうことはもう期待で、でしかないっていうか、本当に感無量です。駒門スマートインターチェンジの近くには工業団地もあることから、物流面での活躍も期待されます。